皆さん、こちらキャプテンショーターです。今回もいつもと違う動画を撮ろうと思って動画回してます。まあいつも違うんですけどね。で、今回はみんな大好きな TikTok シリーズです。はい、これもう恒例行事ですね、僕のチャンネルで。 TikTok とかタイトルにつけておけばみんな見るので、みんな相当 TikTok 好きなんだね。ダウンロードすればいいのにダウンロードしてるやつもいるんでしょう。この動画はもう流れだけ言うと、一緒に TikTok 見るで、大抵変なやつがいる、そいつのとこ飛ぶ、見る、みんなで一緒に笑う、それだけの動画なんで、あまり何も考えずに、深く考えずに、普通にゆっくりこの動画見ていってください。では、早速、TikTok 見ていきましょう。レッツゴー。ぴょんぴょん飛ぶやつだ、これむずいんよ。うわ、頑張って。あー、惜しい。あ、できなかったんかい。リアンさんどうした？あ、よかった。おっしゃい、ジジイ。やだね、これさらされんのやだね。うわー、リアンの音、うわ、やだな、これ俺だったらやだ勝手に乗せられてやだな。次くらいおめでとう。優しいリアン。あのね、何々倒したとか言って乗っけんのね、たまにあるけどね、あんまいい気しないぜ。最近スイッチさん舐めてるやつがいて、やべ、ワンパンされた。でもちょっと、すっごい本気見せてあげますよ。めっくる。はい、ほらね、ほらほら、ちょっと見えてはいけないものが見えてしまったけど、どうよ。あんたスイッチでしょ、前に。この建築、スイッチで舐めすぎやろ、見えんのクソ高いし。うまいよ。で、舐めちゃう。ほら、めっちゃ早い。俺さっき、チキメロディーさん見てたからさ、で、撮影もしたんだけど、そのせいでチキメロディーばっか出てくるようになっちゃった。まあ、TikTok あるあるだよね。めっちゃ出てくるよ、ね、よし、アップのさあ、撃つのです。あ、僕マジで、いざ、これ知ってるよ。ちょっと、うまい、嘘つけ。何する、いきますか。またチキボスいるかな。チキメロディさんね、結構いろんなコスプレしてんね。あ、スキンごとにコスプレしてんの、いいね。違う。まあ、そう。かわいい。笑うために可愛い。もう死ね。もう。このスキン見ると猫くんリスペクトだと思って。何やってんのマジでこいつ。マジ切れたから俺も切れるわ。マジ切れる。うまい。もういいぐいって。こいつえぐい。俺これ動画で紹介したよね、前に。見た人見たよね。ありがとう。オレンジ君だ。集中。俺オレンジ君好きだよ。やばい、これ意外と難しい。少し変わったコツがいるようで、俺には少し難しかった。でも母ちゃん、俺やったよ。よし、乗った。オッケー。とりあえずこっち行こう。何も形跡を残すことなく、ガス管を乗せることに成功したオレンジ。そうして奴はここに身を潜めていた。ほう。これだったら多分一枚壁張られても多分いけるんじゃないか。これどうなんの。打ったらこう。そんな暇人のもとについにターゲットが現れた。見せてくんないの。盆栽じゃん。じいさんじゃん。早かったよ、早いのね。 家を越えて
合法チート、そこの兄さん、非公式のところの兄さん、どこまで行くの？どこまで行くの？GG秒。嘘でしょ？ああ。またこれか。ああ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 。何この子、フェイクモングラルとか草フェイズモングラルうまい。でもほんとモングラルリスペクトの動き、すごいモングラルに似てる動きでも、全然フォロワー全然、まあ言い方悪いけどまだそこまで有名じゃない。うまい。うまい、でもうまい、でも普通にうまい、うまい。お前がーとか言ってフェイズモングラールいいじゃん君。ツイッターやってんの？ツイッターはなんかあれだね。まあでも今日の面白いやつはフェイクモングラールでした。フェイズモングラールのパクリのフェイクモングラールでもうまかったのは間違いない、うまかったのは間違いないから、これちょっとモングラールチーム勧誘とか来るんじゃない？もうお前モングラールらしいなとか言って。でもモングラールを名乗るのは相当自信人気じゃなきゃできないから、その対面のメンタリティとか対面の自信とか相当ある子なんじゃないのかな。俺をモングラール名乗るのは恐れ多くてできないから、まあ自信満々でいいねって感じですね。まあいいんじゃない、いいじゃない、フェイクモングラール。でも名前のセンスはね、いいね。フェイズモングラールから Z を K に変えてフェイクモングラールだからね、ありだね、ありだね。こういう動画好きだったらぜひとも、高評価とチャンネル登録してください。もっとね TikTok で変なやつ、 TikTok おもろい、変なやつ多いんだよ、変なやつ多いからおもろいんだよ。 YouTube とかってさ、有名になってるのはみんなが見てるからとかっていう、なんていうの、ミーハー野郎たちとかその集団心理とかだけど、 TikTok ってそうじゃないんだよね。変なやつとか何こいつみたいなやつが出てくるからやめらんないんだよね、やめらんないんだよね。だから今回の面白いやつはフェイクモングラールでした。こういう動画もっと見たいよとか、 TikTok 好きだよとか、キャプテンの動画面白いと思う人はチャンネル登録と高評価してくれたら幸いです。もっとこういう動画作っていくのでぜひともよろしくお願いします。じゃあ、そうだ、言い忘れた。何を言い忘れたんだっけ、何を言い忘れた、なんか言い忘れたんだっけ、いや何を言い忘れたかも忘れたじゃあこれで動画終わりにしたいと思います。Twitter、TikTok、Instagram もやってるの、 TikTok 僕もやってるからね、 TikTok 僕もやってるからね、そっちの方のフォローも。いや最近全然上げれてない、ごめん。あ、そうだ、それはそれを言いたかったのかもしれない。最近 TikTok 全然上げれてなくてごめんなさい。いっぱい上げます、上げます。じゃあこれで一回動画終わりにしたいと思います。よければチャンネル登録と高評価してくれたら最高に嬉しいです。じゃあバイバイ